11月の第一塾始めさせていただきます。10月の第一塾は私のセミナーに開催させていただきました。セミナーに開催した会合でもう選挙モードになってですね、10月27日選挙あって無事娘鈴木孝子が当選しましたんでね、皆さん方に来てそれを申し上げます。ある程度議席が与党は落とすと思いましたけども、50以上落とすとはやっぱりこれ計算外でしたね。ですから今過半数足りない、それゆえにやっぱり国民主主義は一票でも過半数取らないとダメですからね。そういった意味では国民民主党さんの影響力というか運営が極めて重くなったと、緊張感があって私はいいんでないのかなと。同時に各党各会派の意見も聞くとこう石破さんは言っておりますからですね、そういった意味ではまた新しいスタイルのこの国会運営が行われていくのかなと。そういった意味では今月の28日にも召集される臨時国会、特に来年の通常国会はなかなか緊張感があっていいんじゃないか。で、来年は7月末のうちに参議院選挙でありますから、合わせて衆議院選挙もやろうと思ったらやれるわけですからね。これまたいろんな意味でですよ、来年はこれは歴史的な年になるんじゃないかなと、こんなふうにですね私は言っております。皆様方もですね、政治の何たるかというものをですね、ぜひとも刻々と変わる状況が出てくると思いますのでね、関心を持っていただきたいなと思っております。今月これ私事ですけどですね、一つ嬉しいことがありました。11月3日文化の日にですね、私は生まれ故郷のふるさと阿蘇町のですね、いわゆる議会におけるですね、条例に基づいてですね、名誉町民に顕彰されました。大体この名誉町民とか名誉市民というのは現役を離れてからもらうんですけど、阿蘇町がすごいと思うのは今現在働いている立場でくれるということ。松山千春さんが8年前にですね、デビュー40周年で名誉町民になってるんです。私は今年国会議員生活丸30年を過ぎて今31年目なんですね。これを締めとして阿蘇路町が考えてくれたと思うんですね。昭和58年に初当選してからですね、もう42年前のことなんですけども、皆さん知っている通り、私はもう波乱万丈の人生でしたから、天国と地獄を見てですね、国策捜査にあって、逮捕まで裁いて、最高裁まで戦って、棄却されて、現職の国会議員としてバッジを外す羽目になってですね、それから公民権停止が5年間ありますから。懲役が2年あるから7年間は選挙できないわけですからね。だから前後考えたら約10年ぐらいのこのブランクがあるんですけども、それでも日本国中で鈴木文雄という名前をですね忘れないでいてくれて、もう5年前にまた国会に戻ってくることができましたからですね、そういった意味では本当にふるさとの配慮というか、これ議会で決定でですね採決するんですね、議会で。だからやっぱり反対する人は中にはいるんです。ただ阿蘇では共産党の町会議員さんが1人反対しないで黙って出てったそうですから、だからこれ全会一致という形なんです。そういった意味でもですね、阿蘇町の皆さん方の優しさだとか思いやりだとか、さまざまな思いにですね、私は心から感謝しながら、またしっかりですね、与えられた立場で鈴木宗男内の
存在感は示していきたいなと、まあ、こんなふうに思っております。さて今日の第一軸、トランプ再登板で世界はどう変わるかというテーマで佐藤さんからお話をいただいてですね、そしてまた皆さん方からご意見を聞きたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。あの鈴木孝子代議士が今来てくれましたので、ですね、はい、あの鈴木孝子代議士からもあの選挙の報告と皆さん方々に感謝のですね、あの挨拶をいただきます。佐藤さん、すいません。どうも。皆さん、改めまして、こんばんは。久々ぶりに私も第一塾にお邪魔をさせていただきましたが、今日はもう皆様方にですね、この第一塾にも来ていただいている皆さん、そしてまた全国の皆さん方から、先般の第50回解散総選挙におきまして、北海道7区で立候補させていただきましたが、その際に大変に温かい、そしてまた心強い元気で、また応援を賜りましたことに、心から感謝と御礼を申し上げさせていただきます。5回目の5期目に向けた挑戦をさせていただきまして、今回の私自身は選挙戦38歳5期目の挑戦切り開く、これをスローガンに掲げさせていただいたところであります。選挙戦、政治を志し、政治家を志して助けをかけさせていただくわけでありますが、志をと共にいる我々は社会を変えたい、もしくは社会にあるその不条理をどうにかしたいという思いで助けをかけさせていただくものと思います。ただ改めて思うのは、今の自由民主党を見ていても思うのは、政治を変えるためには何が必要か、自分たち自身が変わることである。そしてその政治が変わったその先に社会がまた変わっていくのではないか、まあ、こんなことを思いながら未来を切り開く、地域の可能性を切り開く、自由民主党を切り開く、まあ、様々な思いで挑戦をさせていただいたところであります。おかげさまで皆さんの温かいご支援賜りまして、5期目当選をさせていただきました。何よりも感謝の気持ちでスタートさせていただいたこの5期目であります。引き続き皆さん方からの信頼が賜りながら頑張ってまいりたいと思いますので、鈴木宗男を同様に、いやそれ以上に将来のある鈴木孝子です。可能性の塊鈴木孝子でありますので、27歳で初めてバッジをつけさせていただきました。おかげさまで今12年目迎えさせていただきまして、38であります。初当選から考えても30年皆さんに使っていただいても、まだ赤いちゃんちゃんの還暦にはまだ足りない鈴木孝子でありますので、目先のことだけじゃない将来を、50年後にも責任を持てる、責任を果たすことができる唯一の政治家だ、そういった気概を持って、自覚を持って研鑽を積んでまいりたいと思います。本日もこうして大地獄外の何々寒くなってまいりましたが、こうしてお集まりをいただきまして、本当にも私からも感謝を申し上げまして、ご挨拶に返させていただきたいと思います。ありがとうございました。本日は、はい、はい、あの鈴木孝子大臣、ありがとうございました。じゃあ佐藤さん、よろしくお願いします。はい、先生、今日あの移植の後の腎臓のケアで医者に行ったら、あの多血だと、ヘモグロビンの値が高すぎるから、だから血をすぐに抜けって言われて 400cc 抜いてきたんですよね。やっぱり血 400cc 抜くとポーッとしますね、ちょっと。だから腎臓が働きすぎてるんですね。だから造血作用が強くなっちゃった。さあ、あの今日トランプ後の世界の話っていうことなんだけど、ちょっと大学のレクチャー見たくなっちゃうんだけどね、エマニュエル・トッドさんのこの西洋の敗北ってすごいいい本だから、これあのぜひ皆さん読んでほしいと思うんです。そうすればトランプ現象もね、今回の兵庫県知事のこの問題も、あと大体のことがこれでよくわかる、原理的に。それでこのトッドさんの本は結構難しいんだけども、考え方としてはね、政治経済思想っていうのの寿命は50年なの、大体。それに対して教育制度ね、これ500年だから、今の日本の大学も中世の、あのヨーロッパの大学の延長線上だよね。だから500年ぐらいあると。でも一番重要なのはね、家族形態で、これは5000年機能すると、こういうことなわけ。
じゃあどういうことか、具体例ね。みんな平等っていうのは普遍的な価値観と思ってるでしょ。トッドさんは平等って普遍的な価値観じゃないっていうわけ。この平等はどうして生まれたかというと、これはフランスのパリ盆地とフランスの地中海沿岸のコートダジュールだけが、子どもの相続が男の子と女の子含めてみんな平等になると、兄弟が平等だから人類が平等なんだっていう非常に局地的な考え方なんだと。ただフランス革命が起きたからこれが普遍的な形になってるんだけども、実際は家族類型で違うと。日本とドイツの場合には長子相続だと、兄弟が不平等だから人類も不平等だっていう考えになると。裏返して言うとね、不平等だから悪いと思うかもしれないんだけども、不平等だと長男っていうのは特別の責任があるから、それだから家族の中で兄弟で厳しい状態にある人がいたら、それは兄弟で助かるべきで長男が責任持つべきだと。あと親の介護は基本的に長男がやるべきだと、こういうような意識になると。例えばイギリスやフランスのような国だと16、17を過ぎた子供っていうのは家から出すと。その子供が食べていけなくなったらどうするかと、家族は助ける必要があると誰も考えないと。だから社会福祉が発展するんだと。それに対して直系家族の国、日本とか、あるいは権威主義的で共同度が強いロシアとか、こういうところだとそんなの家族で支えるのは当たり前じゃないかということだから、家族が支えてくれるから逆に福祉制度があんまり進まないと。そしたら今日本の生活保護の補足率がね 20% ぐらいだっていうのも説明できるわけね。この辺は人々の無意識を動かしてるから。だから今までトッドさんは基本的に教育と家族制度で物事を説明したわけ。ちなみに少子化もトッドさんに言わせると、少子化の理由は非常に簡単と。これは女性が高等教育を受けて社会で活躍するようになったからと。だから女性が高等教育を受けて社会で活躍するようになると少子化は避けられないと。どんな制度的な手段を尽くしても避けられない、そういうだけのことだと、人口動態から見てるわけ。ただ現在起きていることを理解する上ではそれだけじゃ不足だと。すごく重要なのが宗教の機能だってわけ。宗教はね、家族関係ほどは長くないけども教育よりは長い期間影響を与えると。だいたい家族制度の半分、ユダヤ教で2800年、キリスト教で2000年、イスラム教で1400年、こういうふうに言ってるわけ。それで今起きてることは何かっていうと、宗教の影響力が急速になくなってることだっていうわけなんだよね。でこれ具体的に彼が書いてるのを読んじゃった方がいいな。ちょっとうまく見つけられないな。じゃあ自分の記憶のところに乗っ取って話すよね。宗教っていうのはこれ西洋だからユダヤ教とかキリスト教とかイスラムのモデルよ。あったあった。でこの本のね167ページから169ページなんだけども、すでに述べた通り、宗教、むしろ宗教の崩壊は私の分析モデルの中心である。キリスト教はそれ以降に現れたあらゆる集団的信仰の原初の宗教的原型だ。
ヨーロッパ全体で国民あるいは階級の原型になり、特にフランスでは急進社会主義、社会主義、共産主義、ドゴール主義の原型になり、イギリスでは労働党と保守党の原型になり、ドイツでは社会民主主義、ナチズム、また当然のことながらキリスト教民主同盟の原型になった。そしてアメリカではプロテスタンティズムが人種的な感情と相互に影響し合いながら社会的生活の基盤になったと。キリスト教がまるでプレートが剥がされていくように崩壊していく中で、まず18世紀から20世紀にかけてその代替物として出現したのが、今列挙したような諸女の政治イデオロギーの形を打った集団的信仰だったのである。要するにガリレオとコペリヌクスね、これが地球は太陽の周りを回っている惑星に過ぎないんだってことを明らかにするでしょ。それからマゼランが世界一周するじゃない。そしたら地球が球体になるわけだっていうことは分かるわけだ。そうすると上にいる神っていう概念がもはや維持できなくなるんだよ。だってブラジルから見たら下でしょ。それが日本から見れば上でしょ。そうすると神様はいないと、上には少なくともいないと、こういうふうになってるわけで、宗教が崩れてくる。でみんな神様とか言っても信じてない、教会にもだんだん行かなくなってくる。ただしキリスト教的な価値観は残るわけね。だから例えば共産主義にしてもその中にはキリスト教的な価値観が残ってるし、ナショナリズムにもその中で残ってるわけで、トットさんこういうわけ。カトリシズムの約半分に関わるキリスト教の第一の崩壊は18世紀半ばにパリ盆地、フランスの地中海沿岸、イタリア南部、スペインの中央部と南部、ポルトガルで起きた。プロテスタンティズム全体に関わるキリスト教の第二の崩壊は1870年から1930年にかけて起きた。こういうふうに言っていて、みんなキリスト教は信じなくなってるんだけども、キリスト教的な価値観というのは残ると。これを宗教のゾンビ状態っていうわけで、宗教のゾンビ状態において宗教を代替する信仰が出現し、一般的にそれには強力な政治的イデオロギーとなり、宗教がそうだったように個人を組織化し構造化する。この時点では社会は神の消滅に衝撃を受けつつも、まだ整合性を保ち行動を起こすこともできた。しばしば激しいナショナリズムに傾倒する国民国家というものは宗教のゾンビ状態の典型的な表れだと。要するに昔持ってた宗教的な情熱っていうのは愛国心とかナショナリズムとかそういうものになったわけなんだ。ところがこれが21世紀になって急速に崩れちゃったっていうわけ。ゾンビ状態が世俗化の最終到達点ではない。宗教から受け継いだ慣習と価値観もやがては衰えてしまうか破裂して最後には消滅するのだ。するとようやく今私たちが生きている状態が出現する。代替となるいかなる集団的信仰も失った個人からなる宗教の絶対的虚無状態である。これが宗教ゼロの状態だと。国民国家が解体されグローバル化が勝利するのはこの時である。後昔の社会では国家はちゃんと機能するということ自体が信じられなくなるのだ。解放された個人ではなく、いかなる集団的信仰も失った個人という言い方を私はした。これを後に見るように、個人は虚無によって巨大化するより矮小化するからである。要するに、誰も何も信じてないわけ。死んだらそれで終わりと。家族も信用できない。会社も信用できない。国家も信用できない。こういうような形で、たった一人だけ。信用できるのはお金だけだ。で実際は個人が自由になったというふうに見えるんだけども、ものすごいそれが矮小なものになってしまった。こういったところでどうせ死んだらいなくなるんだ、自分が生きてる意味は何にもないんだからって、歴史への関心もなくなっちゃうわけ。こういうところで起きてるのが今のウクライナ戦争だっていうんだよね。それからそれと合わせてこのトットさんが非常に強調するのは LGBTQ、特にトランスジェンダーっていうのは極めて危ないんだっていうのが彼の考え方なんですよ。これもはっきりと言ってるんだけどね、ダメだな、今日は頭に酸素がいったないで血の巡りが悪い。文字通り、第8章で分析したトランスジェンダーの思想の深い意味について考えてみよう。この思想は男は女になれる、女は男になれるという。しかしこの主張は虚偽の肯定であり、
西洋のニヒリズムの理論的革新の近くにある。虚偽の信仰に固執することがいかにしてより確実な軍事同盟につながるのか、この虚偽の信仰と今や明らかになったアメリカの国際問題における信頼性の欠如には精神的かつ社会的な関連があると私は考えている。男性が女性になれるのと同じく、イランとの核合意も一夜にして、制裁強化に変貌する。もう少し皮肉を続けよう。アメリカの外交政策はまさに常に流転するジェンダーのようだ。ジョージアとウクライナは今アメリカの保護というものが実際にどの程度の価値を持つものなのか身をもって知っている。中国に対して台湾と日本は実際はアメリカによって守られていないと私は確信している。それを可能にするのは産業基盤をアメリカはもはや持っていないのだ。しかし何よりもアメリカで広がるニヒリスト思想は約束を守る原則そのものを時代遅れで否定的なものに変えている。裏切りが普通になっているのだ。こういうふうに言ってるわけだ。それは彼は日本がこの LGBT 理解増進法を採択したことを非常に手厳しく批判してるんだよね。これはアメリカに遠慮してるんだけども、日本のそもそも持っているところの家族感覚にも伝統にも合致してないと。でここのところの議論は非常に面白い。要するにアメリカっていう国っていうものが分解過程で最終的に敗北する過程になってガタガタになる過程において、一方においては LGBTQ でトランスジェンダーが出てきて、他方においては全く無意なウクライナ戦争が出てきてるんだと、こういうことなわけ。でそれでトランプをね、トランプがなぜ勝利したのかっていうことを見てみるとよくわかるわけ。ハリスさんの方が宗教ゼロなの。それで LGBTQ に対する積極的推進なの。これはトッドさんの考え方を援用するとそっちの方がニヒリストで価値観がないの。トランプグループの方っていうのは、トランプ自身っていうのはゾンビ化したプロテスタンティズムだよね。彼自身は神様が本当にいると信じてるかどうか、人格心を信じてるかどうか、それから教会に通ってるか、真面目に通ってるって、そういうことではないんだけども、自分は何か神様に選ばれた使命があって、銃撃戦の時に生き残ったっていうのは、それは自分は神様が助けてもらったと、そういう感覚を持ってるのよ。それから宗教を本当に信じてる人たちがいる。それに対してハリスさんたちの方はヨーロッパ、西ヨーロッパ全体と一緒で、実は何も信じてないと。民主主義って言ったと本当には信じてないと。こういうような人たちから成り立ってると。だからその意味においてアメリカが生き残ろうとしてるって、生き残り本能がトランプさんを選んだっていうことだと私は思ってる。実は日本の内閣情報調査室とか国家安全保障局って今年の7月から全くブレずにトランプなんだよね。でもこの分析っていうのは非常に正確で、7月の時点でトランプ銃撃未遂事件があったでしょ。それでトランプさんが九死に一生を得たと。トランプさんはそこのことで自分は神様に選ばれたという感覚を持ったよね。それは同時にアメリカの多くの人々にトランプさんっていうのは特別のミッションがあるっていう感覚を持たせて、あそこでほぼトラになったわけよ。ほぼトランプになったわけよ。そこで焦りを感じたのがバイデンたちだよね。そこでバイデン、例えばニューヨークタイムズがバイデンはもう降りろと、選挙から考えてみて、なんで一市企業であるさニューヨークタイムズが現職の大統領選挙に出るなとは言えるの。変じゃない。それからとハリスさんを選び出した途端ハリス旋風が吹くでしょ。あれ人為的なハリス旋風だよ。最初からはっきりしてたよ。だってなんでハリスさんを大統領候補にしなかったっていうのは、副大統領としてうだつが上がらなかったんだもん。それから外交安全保障政策に弱いんで、この人に核のボタンを持たせるわけにいかないで、そういう議論7月までにしてたからバイデン一本でやったわけじゃない。それがなんでハリス旋風吹き荒れるの。これ今までの整合性に全然関心を持たないニヒリズムだよ。その場の局面においてはトランプがなったら困るからって、これだけの話だよね。だからいくらでも揺れるわけ。例えばこれ日本でもその兆候出てるんだよ。
兵庫県のこの斉藤さんの話だけども、僕は今まで一度もコメントしなかったわけ。途中からすごく斉藤バッシングが嫌な感じになったの。先生、これやっぱりバッシングされた側は分かるんだけども、なんか斉藤さんがおねだりの帝王でね、あっちこっち行くためのコーヒーメーカーとか食い物とかねだったとか、もしそれが本当だとしたらよ、兵庫県民とか兵庫 の企業っていうのは日本の中で唯一例外的にものすごいドケチ集団だよな。だいたい知事のところには言わなくても物みんな持ってくるよな、これ食べてくださいとか、これできたんでって言って、それで知事室からみんなにばらまいてもさ、それでも残るようになってるのは普通の知事室じゃない。なんで兵庫県だかさ、知事がおねだりしてるわけ、変じゃない。でだんだん尾びれ背びれがついていくわけだな。それわけわかんない状態になってる。そのわけわかんない状態になってた人たちが今度 SNS で、いや斉藤は犠牲者だっていう話になったら、うわーっていくわけでしょ。自分自身の整合性とか記憶がないわけよ。だからこれ昔ある政治家で関西の方で政党を作った人は、あなた言ってること違うじゃないですか、俺取り年用だよ、3歩歩いたら忘れるんだって、こういうふうに言ってたんだけども、そういう話だよね。でもこの斉藤さんの勝利は累計化するとそんな珍しくないんだよ。これは小泉純一郎さんの郵政民営化と同じ形だよ。わかる？マルクスの資本論では階級って3つなの。資本家と労働者と地主なの。それで社会が出来上がってるってことなのね。これは基本的にみんなアルバイトをしたりとか会社に働くときに合意の上で、労働条件とか賃金で合意の上で、嫌だったら断れるでしょ。合意の上で成り立ってるわけ。資本主義は合意の上で成り立ってるんだけども、そこの中で搾取階級関係があるっていうのがマルクスのモデルなのね。ところがこのマルクスのモデルには課税がないの。というのはどういうことかというと、本当の資本主義社会っていうのは資本家労働者地主以外にもう一つ階級がいるの。これ官僚なの。国家を担っている官僚っていうのは国家が後ろに暴力を持っているから、皆さん税金と合意の上で払ってる、一方的に持っていくわけでしょ。これは搾取じゃないんで収奪なの、後ろに暴力があって。そうするとね、資本家も労働者も地主も官僚嫌いなの。その階級闘争を上手に使ったのが小泉純一郎さんなの。すなわち郵政民営化で、あいつら公務員で横着だと、だから民間にして民間の苦労を味わせたらって、みんな拍手喝采するわけ。おお、よかったと。でもそれで皆さん税金いくらぐらい減ったと思う、郵政民営化して。ゼロだからね。だって郵便事業赤字だったよ。でも会員保険とさ、ゆうちょで儲かってるから、そこの中でやりくりしてたんで税金1円も使ってないんだよ。でもこのこと理解してる人今でも少ないよね。だから今回は SNS で始まって既得権益者だと彼らはと。でもこの既得権益者ってのは公務員プラス議員でしょ。みんな原資は税金の人たちなの。その人たちを敵にするっていう表彰を使うと階級闘争して勝利するんだ。それでマスメディアがこの権力を持って税を収奪する勢力の仲間だと、こういうような形でインターネットでキャンペーンを広げたらそれは勝つよ。でもそこで考えないといけないのは、斉藤さんをネットで叩いた人と斉藤さんを擁護した人は同じ人たちだよ。わずか1週間2週間で立場が真逆になるんだよ。しかしそれをやってる人は何か自分が間違えてることをしてると思ってないわけだよね。というのはこれはニヒリズムだよ。これはだからニヒリズムの革命が起きてる。その中においてこのニヒリズムの革命よりは一歩遅れてる人がトランプなんだよ。そしてトランプの支持者たちなんだよ。ヨーロッパはもっと先に進んでるわけだから、ヨーロッパ、その意味ではヨーロッパもう終わりなの。この前私の知り合いの編集者が、息子さんがドイツにいるんだよね、3年ぶりにドイツ行ったんだって。佐藤さん驚いたって。ハンブルクの街の古事記だらけだと。それから一部屋しか暖房つけてないと。そこのところでみんな固まってると。ドイツとの戦争が始まっちゃって、エネルギー代が4倍以上になったから。
で、ドイツはもう青色吐息の状態、こういうふうになってるわけだよね。それでこの戦争の行く末についてトットさんはこういうふうに言ってるわけだ。2022年2月24日、ウラジーミル・プーチンが世界中のテレビの画面に映し出された。プーチンはそこでロシア軍がウクライナ領内に入ると告げたのだった。演説は本質的にはウクライナについてではなければ、ドンバス、住民の民族自決についてではなかった。それは NATO への挑戦状だった。プーチンは1941年のように、待ちすぎたがために避けられない攻撃を受け、驚かされるような事態に陥れたくないと説明した。NATO が継続的に拡大し、ウクライナの領土で軍事力を強化することは、私たちにとって受け入れがたいことだと。しかし、このレッドラインが越えられてしまった。それに加えて、ウクライナで反ロシア勢力が広がることを傍観しているわけにはいかない。つまり、これは自己防衛なんだという点をプーチンは強調した。自らの決定の歴史的正当性、ひいては法的正当性を主張した演説は同時にロシアに有利な技術的パワーバランスを残酷なリアリズムで明らかにした。ロシアがこうした行動を起こしたのは極超音速ミサイルの保有によって戦略的に優位に立ったからだ。プーチンの演説は非常に落ち着き、よく構成されたものだった。演説中多少の感情の高ぶりは見られたが、その内容は明快だった。もちろんこれに屈服する必要などないが、議論に値するものであっただろう。しかし演説後、プーチンは理解不能だという見方と同時に、ロシア人についても理解不能、あるいは体制に隷属している、あるいは愚かだなどとするイメージが幅を利かせるようになった。それに続いて西側で起きたのは、西洋の民主主義を貶めているような議論の欠如だった。議論はフランスとイギリスでは完全に欠如し、ドイツとアメリカでもほぼ見られなかった。で、こういうふうに言ってるわけで、ここで言ってるポイントっていうのはね、極超音速ミサイルっていうのはマッハ10で飛ぶミサイルなの、飛行機から撃てるんだ。アメリカ持ってません。ロシアしか実用化できてない。これだとね、アメリカの航空母艦に近づいてきたら確実に沈められちゃうの。だから今アメリカの航空母艦ってロシア攻撃できないの。それからあとトットさんはここに書いてないんだけど、サルマートっていうもう一つのミサイルでね、南極周りでアメリカを攻撃できるミサイルがあるの。アメリカはこのミサイルも持ってない。だから北極からロシアのミサイルが来ると思ってるから、北方面の防衛しかできたら、軍事的にアメリカのよりもロシアの方が強いの。それトットさんは10個驚いたことがあるっていうんだけども、この驚いたことっていうのの8つ目こそが最大の驚きだ。それは圧倒的な軍事大国のアメリカに関する驚きだ。2023年6月、アメリカ国防総省を情報源とした多くの報告書や記事により、それまで少しずつ高まってきたアメリカの軍事産業には欠陥があるという懸念がここで公然のものとなった。超大国アメリカは自らの保護国ウクライナに対し砲弾をはじめ何も確実に供給できなくなっている。戦争前夜、ロシアとベラルーシの GDP を合計すると、西洋諸国、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、日本、韓国のたった 3.3% だったことを鑑みると驚くべき現象だ。 3.3% という数字の方が実は西洋諸国より兵器を生産する力があったという現実は2つの問題を生じさせる。まずは物資不足のウクライナ軍が戦争に負けるという問題が生じる。次に西洋のメジャーな学問分野として君臨する政治経済学にも問題が生じる。あえて言おう、この学問のインチキさが世界中に明らかになってしまったのだ。国内総生産 GDP という概念はもはや時代遅れだ。これからは新自由主義的政治経済と現実との関係を検討し直さないとならないっていうことなんだよ。その通りなんだよ。これね、例えば朝日新聞のコメントプラスに書いたけども、韓国の政府筋が北朝鮮からウクライナに800万発の砲弾が渡ってるって言ったんだよね。その2週間後にゼレンスキーウクライナ大統領が350万発の砲弾が渡ってるって言ったわけ。2週間で800万と350万だぜ。倍以上開いてると。それは積算根拠どうなってるのかってことだよね。今日の朝日新聞読んでごらん。去年 EU が去年中にウクライナに供給するといった100万発の弾薬をようやく一昨日供給し終えたと。
EU 全部が束になって約束して1年間で100万作れない、2年かかって100万だよ、1年間50万だよ。北朝鮮がこの2年間で800万発の弾薬余計に作れるの？幼稚園児だって疑問に持つことだろ。それからわずか2週間で朝日新聞がだよ、800万という数字と350万という数字を出していて、自分の数字の整合性について疑問を持ってないわけだろ。これニヒリズムだよ。それから課長島耕作が辺野古のところでそのお金をもらって反対運動をしている人がいるっていうのが出て、それが大変な問題になって、朝日新聞の素粒子というところは、島耕作は社外取締役はこのレベルで務まるんですかねと、こんなこと書いてると。ところが一昨日ね、講談社のモーニング編集部と広金さんがもう一回謝罪してるんだよね。これは沖縄ですごく大きな声が高まって読者に謝罪してるけども、傷ついたのは沖縄県民だ、沖縄県民だなと、沖縄に対する謝罪がないじゃないかって厳しく沖縄の新聞も追及してたわけ。そしたらようやくそれがなって、昨日琉球新報と沖縄タイムズがそれを大きく報じてるよね。朝日新聞は完全にスルー。それで先週は YouTube ショーとかなんかで課長島耕作のそのドラマが始まるとか言ってその宣伝してるわけだよね。この朝日新聞の報道してもニヒリズムだぜ。こぜだ、こういうものが蔓延してるわけなんだよ。その補助線を引いてね、アメリカでもトランプの方がマシなの。何か信じてるから。トランプってそんなに異常か？移民に反対してる、移民がなんかペット食ってるとか言ってとんでもないこと言うとっさんだとか言ってるんだけども、トランプは移民に反対するなんて言ってないぜ。不法移民に反対するって言ってるわけだぜ。だからちゃんと資格を持っていてアメリカに入ってきてる人はそれは歓迎なんだ、アメリカ移民の国なんだから。ただ不法移民が入ってきたらどういうことになる？無権利の状態で天地主義で働かせられるわけだろ。でそういうところの低賃金でその労働の上で成り立ってるアメリカっておかしいじゃないか。これがトランプの主張だよね。それでメキシコとアメリカの間に壁がないから放置しておくと入ってくると、これ壁作るしかないっていう、トランプの論理通ってると思うんで、そんな異常な話じゃないよね。移民が入ってないって、入ってこないっていうことは、これはドイツのための選択肢やね、フランスの国民戦線もそうだけども、きつい労働、危険な労働、汚い労働を移民任せにするんじゃなくて、ドイツ人なりフランス人なりアメリカ人なりでやっていこうっていう意味もあるわけだよね。こういう人たちの考え方ってのは排外主義だとかさ、そういった形で簡単に避難できるのかなと私は思うんですよ。それから日本は今戦々恐々としてるわけだよね。トランプが関税を課すんじゃないかと。でも考えてみたら、私が日本に帰ってきた時1ドル78円だったよ、1995年に。今150円超えてるでしょ。アメリカから見れば為替ダンピングじゃないのこれ。それでトヨタが空前の利益を上げてると、こう言ったら、おいちょっと待ってくれよと、これじゃあアメリカの自動車産業を持たないと、だから例えば 20% 関税かけろと、それが嫌だったらアメリカに工場作れと、こういうトランプの主張ってそんなにおかしいかな。それトランプさんはこういうわけだよね。私は低学歴の人が好きだって。トランプ自身はアイビーリーグ出身で大変な高学歴だけどね、それ額に汗する人たちっていうものがそれなりの見返りを受けるのがアメリカだと。この30年 70% のアメリカ人の収入は全く伸びてないと。アメリカのお医者さんは5億円取ってる人いくらでもいるし、イェール大学とかハーバード大学入って投資銀行やコンサルになれば最初の年で2億円とかそれぐらい取るのがいくらでもいると。これでいいのかと。これがトランプの投げかけでしょ。私はトランプ、人々の金銭打つっていうのはよくわかるよ。だからそうすると来年の今頃になったらね、トランプ革命の意義とかいうような本必ずアメリカの有名大学の先生が書いてると思う。だから全然トランプ像っていうのをトランプ権力取ってきたら
変わると思うよ。それで今もう一つ起きてることね、これトットさんは今後どうなるかと予測も大胆にしてるわけ。あ、そうそう、あとトランプはエマニュエルはけしからん、あのこの、あのエマニュエルってのはとんでもないやつだっていうことを非常に強調してる、日本の中で、この LGBT 理解増進法で、あのこの法案への支持を常に公についてきたラーム・エマニュエル駐日米大使はプラットフォーム上で法律の可決を採択した。その後日本の最高裁判所は産業経済省のトランスジェンダー職員の女子トイレ使用禁止は違法だとする決定を下していると。さらに渋谷区には女性専用公衆トイレがなくなったと。でトランスジェンダーの女性、つまり男性が女性用の公衆浴場に入る日が来るのではないかという懸念が広がっている。この話もまだ続くだろうと。日本が政治的に LGBT 思想に転換したことで日本国民がアメリカに近づいたのか、それとも強大な保護国に対する日本国民の恨みがさらに増したのか、いずれであるかはいつか分かるだろうと、こういう言い方してるよね。それで究極の皮肉は別のところにある。これらの法律は西洋への帰属を主張し、ロシアや中国の脅威に対するアメリカの保護を確実にするために制定された。しかし第8章で分析したトランスジェンダーの思想の深い意味について考えてみよう。この思想は男は女になれる、女は男になれるという。しかしこの主張は虚偽の肯定であり、西洋のニヒリズムの理論的革新の近くにある。虚偽の信仰に固執することがいかにしてより確実な軍事同盟につながるのか、この虚偽の信仰と今や明らかになったアメリカの国際問題における信頼性の欠如は精神的かつ社会的な関連があると私は考えている。こういうふうな形で批判してるよね。で今こういったことっていうのは非常にタブー視されてるよ。しかしこの一歩引いたこのトットさんなんかの見方を見てみると、来年の今頃になると、なるほどトットさんが言ってたことっていうのは意味があるなと、こういうふうなもんだよね。それでウクライナ戦争についても予告してる。彼は今後について、ウクライナナショナリズムの一時的な軍事的成功は地域レベルではなく世界レベルの軍事的経済的イデオロギー的敗北によってしか抜け出せないようなエスカレートした状態に続いにアメリカを追い込んだ。現状のアメリカにとっての敗北とはドイツとロシアの接近、世界の脱ドル化、集団的内部紙幣印刷、ドルによって賄われる輸入の終焉、そして大いなる貧困だと。アメリカ負けてドルは基軸通貨の地位を失って、その結果再びロシアとドイツが中期スパンだと近寄ると。これがアメリカ人たちには見えてないというわけ。私はこのトットさんの考え方とは私の考えと以前から考えているので非常に近いところにあるな。それに日本に対してね、問いかけをしているわけ。この戦争、ロシア・ウクライナ戦争において多極的な世界というロシアのビジョンは西洋が中心となる均一な世界というビジョンと対立している。西洋のモデルの政治的観点からすると均一であるべき世界、リベラル、資本主義、LGBT などの覇権中心地はアメリカだ。私は日本の地政学的文化の深い部分では諸国家は皆同じというビジョンは受け入れられないのではないかと考えている。均一な世界というアメリカのビジョンは日本的観点からあえて言えば馬鹿げたものだからだ。日本にはそれぞれの民族は特殊だという考え方があり、むしろそれぞれの国家の主権というロシアの考え方の方が日本の気質にも適合している。実際はドイツとの全ての民族は同じという考え方は馬鹿げたものと見られるだろう。ドイツでは全ての民族は同じという考え方は表面的に受け入れられているだけなのだ。受け入れることで第二次世界大戦における自らの人種差別的な残虐行為を忘れることができるからである。日本では私が考えるに独自の歴史という感覚は本能的なもので、しかもリアルなものだ。西洋の敗北は日本が独自の存在としての自らについて再び考える機会になるはずである。さらに日本が西洋の一部としてではなくネオリベラルなごく西洋、アメリカ、
イギリス、フランスとその他の世界の仲介役として自らを捉える機会になるはずだ。要するに日本の価値観というのはアングロサクソンと違って、実はドイツも日本も違うんだと。ただ戦争に敗れたからその価値観を無理やり受け入れてるだけで、本当は内面ではついていけてないんだと。だからそれ以外のロシアであるとか世界のそれ以外の国と実は日本もドイツも近いんだよと、こういうこと言ってるわけ。トランプが登場したからようやくこういう意見というのがアメリカでも世界でも西側でも外に出てくるようになると思う。だからその意味においてトランプっていうのはそのアメリカが弱ってるっていうことを明らかにして、アメリカがトランプはすごく乱暴なことを言うんだけど、彼がやってるのは撤退戦なんだよね。だからその意味においてトランプになってなかなかいい調整ができるんじゃないかなと私は思ってるわけなんですよ。それで日本はトランプになるのを見ているから、そこで何が起き出したと思う？中国との接近だよ。今回リマで石破さんが習近平さんと会ったでしょ。これ絶対あらかじめ仕込みがないとできない。これは国家安全保障局が仕込んでるよね。それは王毅さんと秋葉さんが会ってるから。ということは日中間で深刻な問題になってる福島第一原発の処理水問題とね、アステラスをはじめとする日本人のスパイ容疑で拘束されている人の問題が解決するってことだよ。処理水問題の解決は多分こうなると思う。日本は IAEA にサンプルを出してデータを出してるでしょ。中国にはサンプルの処理水出してないんだよ。これ出すと思う。そうすれば中国は中国独自に分析して、確かに日本政府の言ってることはそれなりに根拠のあることですと。それだから日本産の海産物の輸入に関する禁止というのは解くと思うし、それだけじゃなくてBSE 以降止まっているところの牛肉ね、これも解禁されてくると思うから、日本にとっては経済効果結構あると思う。それからスパイ容疑に関しては起訴されちゃった以上は向こうの法律で裁くんだけども、審理プロセスを早くして確定したところで国外追放にすると思う。だから裁判を最高裁判所まで引っ張って獄中に10年入れるとかそういうことはしないで、早く裁判を終わらせてとにかく出てってくれって言って出しちゃうと。それから表には出てなくても拘束されている人何人かいると思うんだけどね、こういう人も全部国外追放にすると。そして日本政府はこの事件の真相が何だったかっていうことについては突っ込まないと。そういう形で現実的に解決すると思う。それから日本人が襲撃されたりとか、これ中国の社会矛盾から起きている通り魔事件で、別に組織何か組織があって日本を狙ってるとか、そこの背後に中国政府があるわけじゃないんだよね。逆に組織があって後ろで中国政府があるんだったら、それはわざとやってるから、それやめさせれば終わるわけよ。ところが秋葉原事件みたいなような関係で偶発的に出てくることで中国の社会構造から出てくるから、今後も出てくるわけなのよ。だからそれに対してどういうふうにして対処するかと。で情報をすぐに開示すると、であと警備を強化するとか、この辺も現実的な話を中国としていけると思う。だから石破さんの訪中が意外と近いんじゃないかと思う。来年の前半ぐらいにやってもおかしくないと思う。そうすると次は習近平さんが来るっていうことになると。だ経済安全保障でも具体的にこういう技術が中国に流出したら困るっていうものはそこはストップかける。ところがそれ以外のところで中国はけしからんから共産主義の国だからと、そういうイデオロギーによって中国との経済関係っていうのを抑えることはやめると。だからこういう方向で日中の関係は戦略的互恵関係ね、要するに対立は残しつつも協力できることはどん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 協力していくって形にすると、これは経営団連は非常に歓迎するよね。それから私は石破さんにやってもらいたいと思うのは、先生エネルギー基本計画改定する必要があると思いますね。早く生成 AI でデータセンターができ始めたらものすごい電気食うでしょ。これ今のエネルギー基本計画じゃ無理だよね。で一部の人はすぐに原発作れっていうのは、それは10年以内の話だから、それ間に合わない、そういうやり方だと。再生可能エネルギーは不安定、地熱にしても限りがある。となるとガスだよ。ウクライナ戦争始まった時点でロシアから日本へのガスの輸入って 8% でしょ。
今 10% だからね、 2% 増えてんだから、このガスの比率はさらに高まってくる。そうするとエネルギー基本計画で天然ガスへの比重を高めるっていうことはロシアとの関係改善とイコールだよね。だそういうような課題っていうのは今たくさんあるっていうことなんだな。ところがこのバイデン政権なんていうのはもはや政権移行期だから新しいことしたらいけないんだよ。ところが本当にニヒリズムとあと虚勢を張ってるから長距離ミサイルでロシアの内部を奥深くを攻撃してもいいと。でもそんなことしたらね、ロシアが対抗阻止で一発やられたら10倍キエフにミサイル落とすだけだよ、ドローンと。で全くこれウクライナ人のこと僕は考えてると思えないよね。それからショルツさんがプーチンに電話したでしょ、2年ぶりに。プーチンに対して厳しいこと言ったと。厳しい態度だったら電話なんかする必要ない。そろそろ矛を収めようかっていうことだよ。それでロシア側にウクライナの現実的にこのウクライナの領土っていうのを完全元に戻すとはできないよっていうことを言う機会を与えてるわけだよね。あるいはリマではラブロフ外務大臣と彼フランスの大統領マクロンが握手したよね。だからヨーロッパはもう一抜けたっていう感じになってる。でもここで構想変わったね。トッドさんも言ってるけども、今までヨーロッパのプレイヤーっていうのはアメリカでしょ、一方にて NATO は、ヨーロッパはイギリスでしょ、大陸はドイツとフランスがプレイヤーで、この4カ国が枢軸を作って NATO を動かしてたんだよね。明らかに今プレイヤーが変わって、アメリカとイギリスとポーランドとウクライナだね。この4カ国だね今実質 NATO を動かしてるのは。だからドイツとフランス、さらにイタリアは逃げるって方向になると思うよね。でもここでトランプさんが NATO から距離を置くっていうことになると、これどういうふうになるんだろうね。それウクライナの今の最大の問題っていうのは軍事支援じゃないからね。ウクライナは公務員給与と年金が払えないから、自分の金で、これアメリカに肩代わりしてもらってるから、トランプ払わないからね。これそれをヨーロッパは肩代わりすると、一つの国の公務員給与と年金を肩代わりするって大変よ。日本の場合にはこの1兆8500億か、その時のレートで変わるけども、ここのところっていうのはアフリカへの支援の小麦をウクライナから買うとか、モルドバの環境整備とか、それとか国連へのいろんなウクライナ関連の基金のに使うお金に入れたっていうことで、この財務省っていうのはね、お金を大きく見せたり小さく見せたりする天才だからね。でここのところっていうのは他のところでも国連に拠出する金、そこに箇所付けしてるだけの話で、実質的なところでウクライナにつかみ金ってほとんど渡してないよね。あと軍事費渡してないからね、40億だからね。そういうことを考えると、あんまり金は無駄にしてない。ただ岩屋さんとか今行く必要がどうしてあるのかと、この辺が全く理解不能なの。他方プーチンの方はね、日本との関係改善したいと言ってるので、11月の7日のバルダイ会議なんだけども、これね、朝日新聞ではロシアのプーチン大統領は7日米大統領選で勝利したトランプ次期大統領との協議について用意できているというので、ウクライナ侵攻後に途絶えた米ロの首脳外交の再開に意欲を示した。プーチン氏はトランプ氏の勝利を祝福し、以前米国民が信頼する国のトップと協力すると話した、実際にそうなるだろうと発言、自ら電話をするのは恥ずかしいことだと思わないとロシア側から接触する可能性も示した。これ11月8日の朝日新聞なんだけども、この7日に日本のこと言ってるんだぜ、石破首相を念頭に置いて。ところが日本の新聞全く報じてない。一体どうなってるのかと思うよね。具体的にこう言ってる。日本および日本との二国間関係についてはあなた方の同僚の話したことを繰り返しましょう。
私たちは日本との関係を悪化させていません。日本に対して最近何か悪いことをしたでしょうか。私たちは交渉しており、平和条約という非常に難しい問題に対する答えを見つけようとしています。ところで1956年宣言に基づく妥協の可能性についての質問がありました。私たちはソ連時代に批准さえしました。しかし日本側はそれを拒否しました。それでも日本側の要請で私たちはこの宣言に立ち返り、対話を再開しました。確かに簡単なことはありませんでしたが、概して私たちはパートナーの意見を聞き、この1956年宣言に基づいて何をどのように構築するかを考えました。これ鈴木先生が中心になって動いて、森総理と一緒にやった2001年のイルクーツク会談の話だよね。1956年の日ソ共同宣言は宣言という名前だけども、両国の国会で批准された国際法的な拘束力を持つ条約ですから、この共同宣言では平和条約締結後にソ連は日本に対して歯舞群島と色丹島を引き渡すと約束していると。この引き渡し条項を含め日ソ共同宣言の義務をロシアは継承するとプーチンさん繰り返し述べてるでしょ。7日にもこれ述べてるわけよ。ということは56年宣言をベースにして平和条約交渉をするっていうのは今交渉中断してるけども、この有効性は否定してないから、領土問題諦める必要ないんだよ。それ重要なシグナルよ。ところがプーチンは2022年2月24日にロシア・ウクライナ戦争が勃発した後の日本の政府の姿勢を非難してるよ、プーチンの言葉ね。ところが突然日本は私たちに対して制裁を課し、ロシアを脅威のリストに入れました。何が脅威なのでしょうかと。日本に対する脅威とは何でしょうか。さらに日本は制裁を課しました。私たちが何かしたというのでしょうか。なぜそんなことをしたのでしょうか。ワシントンから命令を受けたからでしょうか。パートナーである同盟国を怒らせることなく、いや考えておくよと言えたはずです。何の疑問もなく命令に従わなければならなかったでしょうか。なぜそんなことをしたのでしょうか。私には理解できません。要するに日本はガスも買ってるわけでしょ。それで空もロシアに開放してるわけでしょ。カニだってアメリカは禁輸してんだから、日本はカニもイクラも鮭も買ってるわけだよ。じゃあなんでそれなんだったら制裁とかかけてロシアを非難するのかと。アメリカに言われたら遅かってジョー考えとくよと、そういうふうに言ってほったらかしとけばいいじゃないかと、そういうふうにプーチンは言うわけだよね。ところがその後ね、日本にはまだ賢い人たちがいるっていうか、神に感謝しましょう、日本にはまだ賢い人々がいます。複数形だからね。彼らは協力を続け、特にエネルギー分野では私たちの会社から離れず、全てが信頼できるものだと見抜いています。日本が制裁を課しているにもかかわらず、私たちは何をしていません。日本の企業は我々と協力してきたし、今も協力しています。アメリカ企業からも私たちの市場に戻ってきたいというシグナルが出ています。もちろん新たな条件下で損失を出しながらです。しかしそれは私たちの責任ではありません。私たちは今後5年間で、そして今後50年間日本との関係を築いていく用意があります。日本は私たちの隣国であり自然なパートナーです。私たちの関係の歴史にはさまざまな時期があり、悲劇的なページもありましたが、私たちは誇れるものもありました。私たちは日本を愛し、日本文化を愛し、日本料理を愛しています。私たちは何も破壊していません。日本は自分のために結論を出すといいでしょう。私たちはここでふざけたり、ごまかしたり、突き返したり、何かに責任を押し付けるようなことはしません。準備はできています。戻ってきてください。それだけですと。これ以上付け加えることはないと思います。この賢い人々の一つというのは、鈴木さんだよね。鈴木さんがモスクワに行ったこと。あとそれから、秋葉武雄国家安全保障局長なり、原和也内閣情報官だよ。こういった権力の中枢にいる人たちっていうのはリアリズムに対しているわけだよ。この人たちは決してロシアに守れてるんじゃない。だから日本にまだ賢い人々がいますっていう、賢い人々っていうのは日本の愛国者なんだけど、愛国者であるがゆえにリアリズムで外交やインテリジェンスに従事している人たちだよね。プーチンはそういう人たちをいくらでもやってると、戻ってきてくださいと、そういうふうに言ってるわけで、これをニュース性ないと日本のメディアは全部判断してるんだから、恐るべき話だよね。だからアンテナがぶっ壊れてるからさ、国民に伝わらないわけなのよ。
でもこういう状況の中で、さて実際にトランプが権力を握ってくるっていうと、みんなトランプに今度するようになるよ。私から見るとみっともないんだけどね。でもそれはさ、斉藤知事をケチョンケチョンに非難した人がみんな斉藤支持を、斉藤さんを今支持してると、兵庫のそういった人たちで、それで県庁の職員でも今まだは心ならずも知事に反旗を翻してましたがと、ぜひ知事よろしくお願いしますなんて、もう山ほど出てきてるぜ今頃。だからこれが国際レベルに出てるのね。だから兵庫県の問題とアメリカの問題とウクライナ戦争と、今日時間がないから言わなかったけども、このイスラエルの問題も全部構造は一緒なの。ニヒリズム、ニヒリズムは何でもありになる。だから我々この第一塾を一生懸命やってるっていうのは、これニヒリズムにこうする戦線を作っていきたいと思ってるわけだね。だから今さっき LGBTQ で特にトランスジェンダーについて厳しく言ったんだけども、これ今日本で一番のタブー化されてる問題よ。だからこの第一塾の YouTube 見たら反発を持つ人もいるかもしれないけど、冷静に考えてほしいの。やはり嘘の上で組み立てる理論は良くない。でもトットさんがすごいのは、それと今のこの無意味なウクライナ戦争ね、こういうのが全部がつながってるんだよっていう、こういうことだよね。だから健全な我々の健全性とヒューマニズムと、それからさ、超越的なものに対する感覚ね、お天道様とか神様とか仏様とか、こういうものに対する感覚を取り戻さないといけないんだよね。でももしそれ取り戻さなければ我々はバラバラになる。それで我々西洋から学んできたわけだよね。西洋から学んできたんだけども、西洋の敗北に付き合う必要はない、敗北まで西洋に学んで付き合う必要はない、この辺で体を交わしてね、日本は日本として生き残り考えた方がいいと思うよ。でもその点では岸田さんもなんで実態に合わせて政治的な発言しなかったのかしら。そうですよね。だから実態がいいんだけどね、表面で言ってることが激しいからね。それからこのエマニュエルみたいな、こんなね、なんか高等弁務官みたいな感じで一階の大使が何やってるんだって話で、でもこれエマニュエル詣でしてた人はさ、エマニュエルと親しかったっていうのは、今度トランプさんが任命した大使になったら全部逆になるからな。トランプさんその辺厳しい人だからね、そこは非常によく見てるから、だからまあよく考える、胸に手を当ててよく考えてみることだな。だそういう感じなんだ。本当にさ、このアメリカの敗北、ヨーロッパの敗北のところが体を交わして生き残りをやっぱり考えないといけないよね。その意味で石破茂さんっていう、これも本当に信仰熱心なプロテスタントのキリスト教徒だからね、こういうような人が今日本の総理大臣になるっていうのは、なんか巡り合わせるかもしれないね。だからあの人じゃなければ多分裏金議員のこういった対応はできなかったよ。でも考えてみて、石破政権に審判が下ったっていうのは、石破さん何もしてないからな。だからこれは対価一掃セールみたいなもんで、自民党に対して審判が下ったわけだよね。あと僕今回見てて面白かったのは、公明党その支持母体の総括会に対してね、もう自民党はさ、選挙ぶん投げてるんだよ、消費財局でこんなやつ通らねえとか言って、ところが最後までやっぱり公明党支持者たちは手抜かずに選挙やってんだよね。それで公明党の人たちと話するじゃない。そしたらやっぱり宗教人だね、感覚が。なんでかっていうと、もらい事故みたいなもんだろこれは。それなんだけども、与党で一緒に組んでた自民党だろ、おかしいなっていうのは前から感じていたんだけども、きちんとやっぱり言って、お前らこれおかしいじゃないかっていうことを言わなかったと。連立のなんていうか、連立の義理っていうか、連立のその式なんていうのかな、まあ連立の一種の作法だな、連立の作法で。ただ池田大作総学会第3代会長は厳しい指導をしてて、目の前で悪がいたら悪と戦えと、悪と戦えれば悪と加担したのに一緒だと。だからこの裏金議員とかそれに関与したやつでも、本当に反省してるやつだったらそれは一生懸命応援すると。
そして再び国政に出てこれるようにと、そういうような形で反省して世の中のために尽くしてもらうのがいいんだっていう、それがやはり宿命転換で人間革命だって、最後まで天の神やってたもんな。だからこれはやっぱりすごいなと率直に言って思った。あれだけ議席減らしたけど、でも一時 NHK で公明党14議席まで減るって出てたんだけども、これやはり10議席以上そこから盛り返したっていうのは、やっぱりこれ新人のなす力と思ってるんだよ。それ石破さんが最近よく言うのは、大衆とともに生まれ、大衆とともに生き、大衆とともに死んでいく、この価値観を自民党はとかく忘れがちでありますというんだけど、これは池田大作さんが公明政治連盟を作った時の、大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆とともに死んでいくっていうのを、そのまんまフレーズ繰り返すんじゃなくて、石破さんなりの自分で消化したとこだよね。そうすると公明党の人たちってさ、一昔前であんまり石破さん縁なかったしね、これ憲法改正とかアジア版 NATO とかですごい乱暴な軍国主義者と思ったんだけど、今非常に特に女性部の人たちが石破ファンが多くて、もう選挙一生懸命やってるよね。そしたら日本においてはやっぱりアメリカやヨーロッパとは違うな。日本の政治や社会においてはずっと日本の方が宗教が機能してる。特にこの石破総理大臣っていうもののキリスト教信仰ってのは本物だからね。だからそういったところを見た場合に、日本はちょっとやっぱりヨーロッパアメリカと逆行する動き、でもトランプとはプロテスタントのカルバン派で宗教一緒だからね、だから意外とその辺のところで波長が合うんじゃないかと。2人とも神様に選ばれたと思ってるからね、自分にしかできない使命があると思ってるから。だから石破さんは慶応の高校の時にはゴルフだからゴルフもできるんだけども、安倍さんの介護官みたいなゴルフで親しくなるとやんない方がいい。それからね、今回ねダメなの山田茂雄ね、駐米大使の、あれは昔からダメなやつだと私は思ってるんだけどそれはどうしてダメなのかっていうのはあんまりね、立憲民主党、立憲じゃない、国民主党の玉木さんと同じような話だからあんまりしたくないんだけどね、昔朝日芸能に書いてるからバックナンバーで読んでください。そういう人だから、それはそうとして倫理に事項はねえからな。ね、要人が来るときっていうのが大きな首脳会談では、大使館の中に3つの班を作るの、グループを作るの。まずね、サブ、これは会談の内容について作るわけね。もう一つは路地、車回しとかホテルを留保したりとかね、ご飯何にするかとか。あともう一つ、これ業界の人しか知らないんだけど、サブロジっていうのがあるの。ロジスティックなんだけども、それがないと実質の交渉ができない。要するに要人とのアポイント取り付けなの。このサブロジができるかどうかっていうことで、東郷さん大体その大使館の力量って分かりますよね。誰か来た時にちゃんと大統領と合わせられるか、首相と合わせられるかと。今回石破さんが袖にされたとか言ってみんな新聞書いてるんだけどさ、こんなものはワシントンの大使館のサブロジ能力は弱いからですよ。トランプが矢に下ったその日からね、大使じゃなくていいんだよ、矢に下ったら3時間レベルで十分、あるいは特技があれば書記官だってできるぜ。トランプの周辺に人脈作って飯食わして、トランプのお目通りさせてもらって、もうトランプ一本でやる人間、そのチーム作んないといけないんだよ、戻ってくる可能性があるんだから。だから我々だってロシアにいる時には共産党班も作ったし、共産党もロシアの右翼の自民党とか、あるいは鈴木先生にアジトまで行ってもらってね、まだバッチつく前の黒い大佐のアルクスニスさんとかね、ドクロかなんか書いてあるような鈴木先生、佐藤さんこれ恐ろしいような、ここドクロが書いてあるぞってそれドクロが入ってる地下室とかなんかそういったとこ連れてってね、それで人脈作ってもらったわけよ。でも国会議員だったら日本の人はやっぱり頑張ってくれたからね。それエリツィンのところにも、エリツィンがゴルバチョフと対立してるからちゃんと脈作ってるわけだから、そうしないとサブロジなんてできないんだよ。偉くなったからいきなり行ったってできないんだよ。それで今回トランプさんの断ってる理由、もっともだよね。アメリカには法律があって、権限のない人間が外国政府と外交交渉したらいけないっていう法律があると。それだから私できないんですと。
その時でも会えるようにするには窮地っていう環境を作っておかないといけないんだよ。だから大使が窮地になっときゃだよ。そうすれば大使のお願いだからプライベートに会ったなんて理屈はいくらでも作れるわけ。そういうのを怠っといてリマまで行って初めてそれが分かりましたっていうのは、これは全くもって不作為というか、もう能力の低下だよね。だからこの辺はやっぱり厳しく指導しないといけないと思うよね。だからこれ石破さん、何か機会があったら石破さんの耳に入れて、山田に少し気合を入れた方がいいと思いますよ。鉄板の上で裸足に立ってもらって、下から火焚くといい仕事しますから。だからそういうような方は少し厳しくやらないとね。だって少し厳しく、できるだけ厳しく徹底的にやるっていう、こういう感じでやらないとね、これダメだな、こんなんだと。だから本当にだから石破さんが劣白の気合でトランプとのアポイント取り付けられないんだと、取り付けられる人間に大使変えるとかね、こんなことでビシッて言えばいいと思うんだよね。本当にこの山田がなってないですね。でそれと比べるとさ、北京の大使館は少なくとも邪魔はしてないからな。金杉は邪魔はしてないから。と山田何やったら本当分かんないよな。だから本当この、あと、俺トランプと親しいんだって言ってた、向こう島でよく暴れてた、次官をやった後、奥さん殴る趣味のある元駐米大使いたよな。けだらしいから口に名前も出したくないけど。あれもトランプと親しい人だからさ。俗人的なチャンネルなんで石破さんと作らないのかな。石破政権は支持できないってことなのかな。まあ、杉山さんもトランプと非常に近いってことだから、ここは形で見せてほしいよね。あるいは石破政権に対しては後ろ向きでいくと、そういう腹をくくってるっていうんだったら、やっぱりその端力を示してね、いや私はトランプとはいつでも連絡取れるんだけど、石破にだけは紹介しないことにしますと、そういう方針だってことを言うとか、分かりやすくやってほしいよな。なんか俺人脈持ってるって言うんだけど、いざっていう時にその人脈行使できないんだったら、嘘つきと勘違いされる可能性あるからな。だから心配してんの。杉山さんももう少し長生きしたいだろうから。じゃあそんな話です。はい、これ皆さん最後の部分は相当これは機微な話ですからね。佐藤さんしか言えませんね。佐藤さんから今言われていろいろなるほどなと思うことがたくさんありますね。もう時間が過ぎてますから早速質問を受けます。どうぞ。はい、お願いします。はい、どうぞ。今マイク持っています。日本の対イスラエル政策で西シリズム、それもあるとおっしゃられたんですけど、私の思いつくのは、例えば、安倍首相がイスラエルの直行便を飛ばすぐらいね、その時は良かったよ、良かったって言ってる人たちが、突然ハマスのガザ保健当局の発表が多くなると、突然イスラエルジェノサイドって、急に同じ人が攻撃の側に回ってこう変わったとかね。私が思いつくのは、例えばそれもそういうのが西リズム的な感じがするんですけども、その他に何かありますかね、対イスラエルに対する。イスラエルはね、日本政府の対応はしっかりしてるんです。10月の7日から10日まではダメだったけどね、いつものどっちもどっちみたいな話は、10月の11日に岡野事務次官で、これはテロだって言ってからブレることなくイスラエルの対テロ作戦を支持するっていうことで、人権干渉をほとんどしてないからね。これはぼーっとしてるのか政策的なのかよく分かんないけど、ちなみに LR 高校は今満杯よ。それで今週2便に増やしてるからね、イスラエルからの観光客が山ほど来るんで。それどうしたかというとね、ヨーロッパやアメリカに行くと反ユダヤ主義が蔓延してるんで、不愉快で休会にならないと、テレビ見てても。日本は全然それに関心がないから、非常に楽しく休暇を取れるっていうんで、イスラエル人に今日本は大変に人気のある国なんです。でイスラエルの友達に言われるよね、俺たち実はよ、台湾海峡に全然関心がないんだな、遠いからって。日本人もパレスチナとかイスラエル全然関心だろう、
ないだろうね、遠いからって。遠いところにあんまり関心持たないと、そうだよな、自分たちに火ついてる話だから。これね、結構重要な話よ。当事者性のない話と当事者性のある話は違うから、当事者性のない話にあんまり口走突っ込むなっていうのはイスラエルのやつ言ってるわけだよね。私はイスラエルは属人的な関係で当事者性あるからな、自分が一番苦しい時に連中助けてくれたから、それはイスラエルの連中は苦しい時に助けないっていうのは、これは人間としてどうなのっていう話だからね。それはあるんだけども、だからその辺のところで面白いね。あと言ってた、ヘブライ語と日本語って国の外出たら何の役にも立たないと。それだからみんなすごいエネルギーをかけて自国語に固執してるっても似てるような、と。要するにアジアの東端と西端なんだな、俺たちもアジアだからな、こういったこと言ってる。そうそう、それからね、イスラエル行って戦時中の日本すごい褒められたな。全世界を敵に回して最後イタリアまで日本に宣戦布告したと。その状況でも最後まで戦って、全世界を敵に回しても戦い生き残ると。こっから我々も学ぶべきところが多い。今のイスラエルの遅れた状況は1945年の日本よりはだいぶマシだと。それでそういうふうにして戦ったからアメリカも一目置いてるんだろうと。でイスラエルのやつら詳しいんだよ。広島を占領したのは米軍じゃなかったよね、広島を占領したのはイギリス軍だったよね、きっと報復を恐れてたんだぜって。考えてみるとそうだよな。なんでイギリスに担当させたのかって考えると、やっぱりアメリカ怖かったんだよ、それは。それからロシアにその翌月に行ったらさ、今度神風、神風素晴らしいって褒められたな。要するに個々人の生命は有限だけども、国家っていう悠久の大義のために命を捨てれば、それは永遠に民族の中で経験、それは永遠に記憶されると。この考え方っていうのはやっぱり素晴らしいし、我々はそれでやってると。だからイスラエルとロシアから今の日本じゃなくてね、戦時中の日本というのは高く評価されたと。これはやっぱり恐るべきことで、特攻隊とかああいうのを日本固有の現象で日本の異常現象だとしない方がいいと思った。国家主義が強まってきて、個々人の命よりも国家の生き残りの方が大切だっていう考えになると、どの国も特攻隊の思想になるんだなと思った。だから今話してる人たちっていうのは、これ鈴木先生とも何度もご飯食べたことがあって、良き家庭の父親であり、みんなインテリだよ。ところがその人たちっていうのは戦争の中で、まあ指導する側で人殺しを中心になってやってるわけだよね。私は人事じゃないんだよ。こういうような状況が日本で来たら、私だって自分の持ってるノウハウとかいろんなことをやって人殺しの側に多分回るだろうからな。国の仕事だってことになれば、それやらされるだろうから、私は殺されたくもないし殺したくもないからね。そのためにはやっぱりこの石破総理には、東アジアの平和、世界平和っていうことを言ったら今は責任取れない。中東とかウクライナの平和を日本の責任で実現できない。ただし日本は東アジアの平和は日本はプレイヤーとして実現できるよ。僕は最近ね、すごく不安に覚えることがあるの。高校生に相談する進路で、文化系と理科系どっちがいいでしょうか、数学はそんなに苦手じゃないんですけどもと、文化系の方が結構社会の指導層って文化系だから将来性あるんじゃないでしょうとか、それとかNHK とアクセンチュアと国家公務員総合職と受けたいと思うし、受けたいと思うんですけども、どれが一番将来性ありますかなと。そんなメディアとさ、官僚とそれからコンサルって全然違う価値観で成り立ってるわけだろ。君は何をやりたいのかっていうことだね。これと同じのが、台湾海峡有事の時にどうしますかとか、北朝鮮が核ミサイルを持ったらどうなりますかとか、おい待ってくれよと、この国の主体性はないのかと。世界においてゲームのルールを作れる国と、その作られたゲームに従わないといけないかというと、2通りしかないよ。世界でゲームを作れのルール作れる国はアメリカでしょ、中国でしょ、ロシアでしょ、日本でしょ、それだけだよ。ヨーロッパ一国ではどこも作れない。 EU って塊になって初めて作れる。イギリスやオーストラリアはアメリカとくっつくことによってゲームのルールを作ることができるが、単独ではできない。
そうすると世界で数少ないゲームのルール作れる国だからね。その国がなんでこんな受動的なのよ。だから積極的にこれやりたいと。ロシアのことでもウクライナのことでも、あの G7 の、 あの連帯重視と、そうじゃなくて日本は何やりたいのっていう。だから安倍さんは日米同盟っていう枠の中でもそういった意味で主体性っていうものをどこまで持てるかってことを考えた人だよね。だからその後の菅さんと岸田さんの時は基本外務官僚の、 言うことに従っちゃって、この人たちは本当にその辺受動的だよね。自分たちがプレイヤーだと理解してないよね。それは今度は石破さんになってどうなるかだよね。これだからどんなことでも日本は平和を作らないといけないっていうことだったら、例えば今回習近平と日本政府とやってるでしょ。私はこうだと見てんだよ。与那国島を要塞になるような軍事要塞で強化してるでしょ。この流れ止まんない。どうしたかというと与那国の町長がそれでいいって言ってるわけだし、そしたら地元の民意はそこであると。ただ与那国の町長の権限の枠を超えてると思うけどね、こういったこと言うのは。それでそこに利権構造できてるだろと、これ止まらない。そしたら何が起きるかっていうと、偶発的な軍事衝突なんですよ。特に怖いのは飛行機なの。飛行機で銃撃戦が起きるでしょ。そしたら双方とも相手が撃ってきたっていうわけですよ。それで上に上がっていくと、部下は嘘をつかないっていうことが、上に上がれば上がるほどポジションが固くなって相手が攻撃してきたってことで戦争になっちゃうのよ。これ阻止する方法はたった一つしかないの。これは習近平さんと石破さんで、そういった偶発事態が起きたらすぐに連絡を取って双方で戦争に発展させる、武力紛争で発展させる意図はないっていうことを確認すれば、これ偶発死で処理できるわけ。そうするとこれね、よっぽどのウルトラCを使わないとこのラインはできないわけ。どうしたかというと、日本は首相官邸に権力の中枢があるでしょ。中国は政府にないんだよ。中国はソビエト型のモデルで作ってるから、党が政府を指導するから、政府は執行機関に過ぎないから党なんだよ。だから中央弁公庁、すなわち中国共産党の習近平の秘書室と日本の内閣官房がダイレクトのルートを作らない限り無理だから、これ非対称だから普通の外務官僚の発祥で出てこないわけ。外務官僚が付き合うカウンターパートは党じゃないから。そうすると、じゃあ自民党にそれやってもらえますかと総裁室には、それじゃ機能しない。そうすると非公式でも何でもいいから、日本の首相官邸と中央弁公庁との間にホットラインを作るってことをやらないと、偶発戦争っていうのは阻止できないんだよね。これはこれから進めたかざるを得ないと思うし、そういうことも含めてやれてるから習近平と石破さん会えたと思うんだけどね。だからこういうのが見えるか見えないかなんだよね。だから官僚機構だけに任せていたらこれ戦争起きちゃう。戦争を起こさないっていうところからまず考えないといけない。これ非常に重要なの。だから相手の抑止力を強化してて、こっちから積み立ててだけだったら偶発戦争阻止できないの。だから平行線で、もう一本の平行線のところでね、絶対に戦争を起こさないって、もう一本の平行線を引いておくわけ。今平行線なの。しかし平行線交わるだろ。ロバチェフスキーとかリーマンの話だよ。球体上の上だったら、例えばエクアドルとブルネイは赤道に面してるから、そこは90度であるだろ、角度平行線だよね、お互い。ところが北極で交わるじゃない。だから球面上になれば平行線交わるんだよね。この球面上っていうのは何かっていうと、東西冷戦が終わってゴルバチョフとレーガンがあって、レイキャビックのサミットで中距離弾道ミサイルを全廃した時っていうのは、今まで平面上で考えたのを球面に変えたからできたわけなんだよ。だからそれはこれからもできると思うわけ。その今の時点では平行線でもいいの。だから一方の国の平和と一方の国の防衛力強化、その2つを平行線で並べておいて、中国も戦争を起こしたくない、日本も戦争を起こしたくない、他方日本も中国も自分たちの防衛力を強化して、それによって安全保障しないといけないと、その2本を同じようにしてるわけで、石破さんが面白いのは、石破さんがキリスト教の関係者のところで、ね、講演をしてるんだけども、一つはバランスオブパワーで抑止力を強化していかないといけないんだけど、もう一つはあなたたちの平和への祈りが必要で、この二つがないと安全保障はできないんだと。だから祈ってほしいんだって話をしてるんだけども、
これを世俗の用語にすると平和っていう価値観を一本かっちりと持つっていうことだよね。だからその辺の頭作りはそんなに総理悪くないと思う。ただし在野にいたのが長かったのと条約文書を読んで考えるってタイプじゃないんだな。読書家だからいろんな本を読んでいろんな人たちの考え方で面白そうなところを取っちゃうからそれがピタッとはまればいいんだけどもちょいとずれてると。アジア版 NATO なんていうのはまず北大西洋じゃないからさ NATO っていう言葉が合わないでしょ。それからアジア版 NATO っていうのは集団安全保障で敵はどこだかっていうことをやるんだけども日本と一緒にやる国どっかあるか。韓国が日本と一緒に集団安全保障やるって韓国乗ってくるか。フィリピン乗ってくるか。それで考えてみると集団安全保障やりたいってのはこの指止まれって言ってアジアで一刻も止まりませんとかこういうふうになったらさおじさん何言ってるのって話になるじゃない。だからそういう基本組み立てが分かってるのか分かってないのか心配なんだよね。だから NATO を作るんだったらアジア版 NATO を作るんだったら味方作ってからじゃ5カ国ぐらい。だから韓国とシンガポールとフィリピンとマレーシアとインドネシアぐらいね。少なくともそれぐらいは日本と一緒に軍事同盟を作りたいんだっていうそういうの持ってこないと。でもどこも誰も来てくれないよ。そしたら面倒くさいわけなんだよ。そういうとこだよね。外務省ちゃんと説明してんのかなっていうか外務省の連中がそういう組み立てだってことは分かってんのかな。その辺がすごい心配ね。はいはいどうぞ。はい、船橋からやってまいりました精神病のお坊さん趣味が剣道宋久と宋と申します。宗男先生に、ちょっとこう見て真面目な話なんですが、剣道について、こういうふうにもうちょっと変えてほしいというお願いをしたいということで、今質問の、前方に行っております。私は、政治に興味があって過去4回市議選に落選したため、私のアンチの方に今年の6月21日神経性伝達内でボクシングに心得があるエリートサラリーマンの方がストレスフリーだったんでしょうね。もう突然殴りかかってこられました。で、きっかけはマナーボードに電話をしてなかったということだったんですが、もうそのことを注意されたあと、俺は女子に物を言える男だと絶叫しながらパパパパンと殴られて吹っ飛んだメガネ携帯を四つん這いでどこだどこだという時に金的ゲルまで笑わされました。運よく最後尾の車両にいたため勇敢な車掌さんが逃亡する犯人を抑えてくれた。また移動中にもう次の停車駅で男の駅員さんをたくさん配置して逃げられないようにするということをやってくれたので行方知れずに犯人がなるというのが船橋の田舎で防犯カメラも足りないような地域でも、なんとかその刑事事件ができて明日千葉の検察に行く予定でございます。でそこで、お願い事があります。正当防衛というのが相手が素手の場合私の場合のシチュエーションであれば私のワイシャツにジャージで剣道の道場に行く途中の格好だったんですが胸襟をガクガクガクと何度も掴まれても拳を振り上げられててですねもう明らかに殴られると。でしかも相手は凶暴で、強いなと、剣道やってるのにちょっと感じるものがありました。しかし相手が素手のため自分の身を怪我をそれは大怪我をするなと守るために僕が突き飛ばしてこんなシチュエーションだったから自分を守るため突き飛ばしたとしても相手が電車のヘリかなんかに頭をぶつけて怪我した場合僕が加害者相手が大怪我しちゃったら場合によってはもう実刑判決で執行猶予つくけど罰金刑も相当取られるかもしれない。僕は前科も当然ないので、はい、有罪刑務所行くことはないと思うんですが、で僕が加害者で相手が被害者になってしまうということについてですね今特流非常に多いです。今後、庭に不審者がやってきたと。で明らかに特流だと。で襲われる何されるかわからないとパンチしたら、ヒョロヒョロのもう栄養失調の若者で
なんか意外と転んじゃったりなんかしてガーデニングのレンガに頭をぶつけて死なせちゃったりするとか、そういう難しいケースも今後出てくると思うんですね。そのため、相手が明らかに暴力を振るう意思があり、しかも強いと、で自分の身が明らかに危険だという場合であればですね、ちょっとした町で酔っ払い同士のいたこやで突き飛ばし合いとかで相手殴っちゃったならともかくですが、まあ、私のようなケース、また徳龍の今言った例え話ですが、のような場合であれば、相手が素手であっても正当防衛が、ちょっと拡大解釈して認めてあげようよというようなテイストに、なんとか鈴木宗男先生のお力でですね、変えていただけないかと、お願いしたいと考えております。で、よろしくお願いします、はい。今のお話、事情、それなりに私、今、イメージ作ってますけども、お名前と、飯島君、お名前と、今の話を、いつの、あと、担当のどこが署だったか、聞いておいてください。あとでご連絡しますから。はい。はい。はい、それと、やっぱり正当防衛はあります。ただ、その解釈もね、行き過ぎた正当防衛で受け止められるかどうかっていうのが懸念だと。こう思いますからですね、やっぱり何だってこれ命に関わる話ですからね、しっかりいろんなケースも考えてですね、私は日本の警察はそれなりに静かに、あるいは公平に、そしてお互い配慮しながらですね、ちょっと弱腰でないかと私なんか思うぐらいですね、慎重にやってるんでないかなと私は受け止めてるんですけどもね、ご懸念のことはよくわかりますんで、ちょっと お名前と連絡先を教えてもらえればですね、また対応したいと思います。先生、あとこの種の事案で注意しないといけないのは、例えばこれ過失でもちょっと揉み合ったときに、そうそうそう、相手がよろめいて倒れちゃったときに刑事責任は全く追及されないから罰金もないんだけども、損害民事はまた別ですから ね、 そうですね、損害賠償請求で、うん、それは民事の、これ自転車なんかもそうなんだけども、これだから民事のところで多額の賠償、特に相手に後遺症が残ったりすると、それはそれでまた来るから別の、ね、だからその辺はやっぱり保険とかいろんな、はい、ことがあるんで、刑事だけっていうことじゃないんで、民事は相手が訴えてこなければ関係ないんですけどね、うん、だからその実はこの種の事案で2つぐらい私が知ってるんでも、民事で大変になったことがありますね。いや、これ、親切に中に入って逆にですね、その、もらい事故みたいなもんでね、大変なことになる時ありますからね、まあ、そこら辺も含めて今のお話、対応したいなと思います。はい、次、最後、どうぞ。いつもお世話になります、大阪から来ました、寺田です。佐藤先生に質問なんですけれども、その外務省の施策によって、トランプに会えずに、習近平に会うっていう、今までと順番、多分ちょっと違うと思うんですけど、このことの影響っていうのは、どんなふうに可視化されることが予測されるでしょうか。習近平は逆に、外務省何もやってないわけだよね、これは官邸があって、それはそれでよかったんだけども、トランプに関しては、こんなに在米ワシントンの日本大使館が弱いんだと、この先心配だから、これ官邸が直でやらないといけないかもしれないな。思ったよりも弱い。あれ今何百人いるんですか、あそこ6000人。じゃあうちの大使館は、ワシントンですか、ね、ワシントン100人はいますよね。100人超えてますよね。モスクワだって100人近くいるんだから。いや、正規の外交官で100人で、あとローカルスタッフと入れて、あと学生のアルバイトみたいな派遣員とか入れたら、もう120、30人はいるでしょう、ね、だから本当こんなんだったらバサッと予算と定員を切ってね、こんな20人ぐらいにするんだよ本当。モスクワの日本大使館だと俺がいたら34人ですからね、今100人ぐらいで、じゃあ3倍仕事してるのかって話だから、ワシントンパサーッとこれ人間切ってやるから、なんか総理がやっぱりそういうこと言って、俺に大恥をかかせてくれたなと、会えねえんだったら最初から申し入れないからと、小渕さんなんかだったら許してくれないですよね、こんなことしたら。そう、予算も定員もとりあえず半分だとか、こういうような感じでスタートしないといけないわけで、
うん、それでこんななんかあの弱っちい感じの、 あの出先だと、あのやっぱ一納税者として我慢ならない。だからこれはやはりあの同じプレーをしていたそのあの人間としてね、下手くそ罪ってあるの。あるレベルより下手になるとこれは犯罪ですから、官僚の場合は。これ明らかにワシントンの大使は下手くそ罪よ。これ皆さんね、日米同盟と言ってますね。でとにかくアメリカとの関係は全て死活的な日本に重大な影響を及ぼす関係だとこう言いますね。今の佐藤さんの話聞いておって、本当にじゃあ正しい情報を取れてるのか。あのトランプさんとヒラリー・クリントンさんの選挙の時でもですね、みんなヒラリー勝ってワシントンからの情報では来てたわけですから、結果はそうでなかったんです。誰か責任取ったかったら誰も取りませんね。いや本当そんなとんでもない話でね。だからここら辺皆さんね、本当に日米同盟と口では言うけども、じゃあホワイトハウスに ストレートに誰か連絡取って、大統領の日程なり首席補佐官の日程なり取れる人がいるかどうか、これちょっと疑問に思います。そもそも上院議員って会えてるのがいるんじゃないかな、いるのかな。いや下手したらね、沖縄県の方が人脈持ってるかもしれないよ。沖縄県は沖縄系で、沖縄系の共和党の人たち結構いるから。それで沖縄系の人たちは日本人って意識持ってないからね、沖縄人って意識は持ってるけども、これ琉球新報なんかトランプ出たら沖縄系使いなんて書いてたけどね、それトランプだから人脈作れません、変な人だから。そんな変な人だったらね、これ私だったらね、トランプさん尻吹かしてくださいって、必要だったら玉袋回らしてくださいとかね、そういうような感じで言って何でもいいから近寄ってくわけなんですよ。これは橋本龍太郎さんに、私がねエリツィンと付き合う時のアドバイスして、エリツィンは人間を見るためにまずサウナに入りますと、それでサウナに入ったら冷たい水あの風呂に入りますと、あの10度ぐらいの温度、氷も入ってることありますと、嫌な顔して、そしたら鈴木先生がね、総理のこのポマードの髪の毛を掴んで水に沈めるかもしれませんと。そしたら胸ちゃん、ポマードじゃないムースだよって。それでその後あの白樺の葉で背中を叩いたりするんですけども、総理もしかするとと、変なとこをつついてくるかもしれませんと。そしたらあの鈴木先生が、握ってくることもあるそうですと。そういった時にあの気持ち悪かったとかそういうような顔したら、あ気持ちいいっていうような顔してくださいと。領土解決しないといけないんですから、国益ですから。こういう話をやって、それであの橋本さんとのブリーフはそういう感じだからね、トランプでも、じゃあそういうふうにしてトランプがどういうふうにして飯食ってるのかとかね、実はトランプが、トランプの好きな飲み物みんな知ってる？ちゃんと各国の情報機関調べてんだぜ。トランプは体重を気にしてるから、でもねコカ・コーラゼロは飲まないの、あれは美味しくないって言って、コカ・コーラライトを飲むの、だから少しカロリーはあるの。それからトランプは人を集めた時にね、毒殺を警戒してるからね、街に行っていつも違うマクドナルドでチーズバーガーを買ってこさせてるとかね、こういうのは情報の関係の世界の人は知ってないといけないわけなのよ。でトランプっていう人は基本ハンバーガーが好きだからね、それも特別に作ったハンバーガーじゃなくてファストフードで売ってるハンバーガーだから、私は低学歴が好きで庶民と同じような生活は好きな人なのよ。だからトランプっていう人の研究をきちんとしてれば、それでアポイントがどうなってるのかとかね、そういうの調べると、だから軽々にトランプと会えそうだとかそういった約束したらいけないんだよね。それ情報の世界でも外交の世界でも人間関係でもそうなんだけども、約束は守るっていうことと、約束できないことを経験に約束しないんだよ。この2つをきちんとやらないとダメなんだけども、本当にできもしないことができるみたいなこと言うからね、今回みたいなことになってる。それからあの本当にあの石破さんが根っからの善人だからこれぐらいで勘弁してくれてると思うんだけどね、大内さんなんかだったら絶対に許してくれなかったですね。人柄の大内っていうぐらいでね、すごい厳しかったですから、そういうとこは。あの今佐藤さんは森総理のことも
安倍総理のこともよく知っている、まあ、特に橋本さん、小渕さんのこと知ってますけどね、これ、小渕さんが役人を占めるときはっていうのは、迫力ありますからね、西村中局長がですね、北海道でその安全操業っていう枠組み作ったんです。これが後々生きてくるわけですよ、安全操業。いわゆるお互いの立場を害さないっていう、もう東郷さんがやってくれた、もう本当に絶妙な表現、この日本的な表現で、その時ですね、当時私が閣僚だったから、私が署名することになってたんです。総理も了解してる、外務大臣も了解してるんです、それは橋本総理、小渕外務大臣だから。ところが、島村という農林大臣が、いや、水産問題は俺の権限だと。その鈴木大臣がやる話じゃないって言ってね、クレームつけるわけですよ。いや、要するに今まで何の関与もしてなくてね、私は鈴木先生に言ったんですよ、これ、島村大臣は、鮭とタラの顔の区別がつかないんじゃないですか。だからそういう感じだと、うまそうだ、俺に食わせろって、何と、そんなに重要な条約なのかと、今初めて知ったけども、農水大臣の管轄だからうまそうだ俺に食わせろって、これで始まっちゃったわけよ。そうしたらさ、江田賢治がね、もう佐藤さん政治家の喧嘩は夫婦喧嘩よりも立ちが悪いんで、これはもう触らないようにするからとか言って、そんな電話こっちにしてきてさ、それで飯倉交換に呼ばれるわけね。そしたら連絡が全然行ってないわけだ、島村大臣の子に。そうしたら大渕さん怒り出しちゃって、そしたらその西村さんって人がね、ソファーからずり落ちて死んだふりするんだよな。くるっと丸まっちゃって、この人は何回か死んだふりしたことあるんだけどね、アルバシロみたいにくるっと回っちゃうんだよな。あとね、エピソードで、私がある時外務省の国際情報局の分析機関に行ったら、佐伯副報官、報道官から電話かかってくるのね、すぐに官邸に来てくれ。それは例の経済財政諮問会議、はいはい、あれを途中で中座して総理が出てきて昼食堂かなんかでいるわけなのよ。それでみんな緊張しててね、丹波さんっていう当時の外務審議官がこうやってロダンの考える人みたいになってね、固まってるわけ。それで行ったら鈴木先生が怒鳴られてるわけ。殺鈴木とか言って、それどういうことかというとね、日本から支援金を出すね、ちょうどモスクワでやる首脳会談の前なんだけども、エリツィンの体調が良くないからプリマコフさんにその話をすると。それで私は「おい佐藤」って、こうダミ声なんだよ、「おい佐藤」って、プリマコフに電話をしてエリツィンが気にすることはねえのか。それは、いや、それは大丈夫と思いますけども、おめえその話俺は聞いてないぞと、誰に報告したんだ、鈴木副長官に報告したの、これは鈴木って俺は聞いてねえからなって、ほらここで見て分かるように鈴木に言ったことだって俺に聞こえてるわけじゃねえだろって、プリマコフに言ったことだってエリツィンに聞こえてるのは限らねえからな、どうなってるんだって言って、さんざん暴れるのよ。でも後で考えると正しかったんだよな、プリマコフがエリツィンの目首かこうとしたから、二人の間に信頼関係なかったんだよな。だから大渕さんの言ってるあの勘は正しかったんだけどね。俺はな、福田と中曽根に囲まれてるビルの谷間のラーメン屋だからな、疑り抜けんだって。いや、大渕さんはそういうのは厳しいんです。同時に私を怒るっていうのは、役人に対して大渕さんはまた怒らんわけですよ。役人に対しては後々の仕事のこともあるから、私は怒られ役としては楽、もう慣れてるし、そこは私はうまいですから、絶対下がらいませんから。いや、しかしこれがねちっこいし、怒鳴り上げるしね、しかもきっかけは私だからね。当時、大渕さんね、毎週モスクワに行って方向に来いってわけ。それで、何の情報もないんですよ、情報がないのも方向だと。これ、ひでえ話なのよ。向こうが回答する秘密案を盗んでこいっていうのと、あとエリツィンの健康状態調べてこいと、金はいくらでも出すっていう、こういう話なんだよね。
それ毎週して情報がねえのも情報だと、こっちはアヤロフロー時で空調も整ってないんで足がパンパンで腫れちゃってさ、むくんで、それまた行ってこいとか言ってこういう話だけども、それでおめえ誰に報告したんだよ、俺が報告しろって言ったのと、いや官房副長官のところにきちんと報告に行って、おい鈴木と、俺は聞いてないと、あれでも僕鈴木先生絶対話してると思うんですけどね。いや私は報告してんですよ先生、それはおぶさん一流の役人に対する警告なんですよ、役人にこの野郎と言って、あの後々またつけのこの人のおぶさんはそこまでのまた腹ないわけだよ。私は怒りやすいわけ、皆さん方とも付き合ってる中でちょっと厳しく言いやすい人と言葉選んで言う人といろいろですよ、政治家は特にそうなんです。いやでもね、その後が面白いのね。でプリマ国と電話をするからと、お前も来いと、そんな私みたいな下っ端、その首脳会談の現場に電話でいるとこじゃないんだけども、そしたらなんか本当にプリマ国さんと今回はぜひ大統領によろしくって、もう全然声色も違ってね、リーチをしちゃって、それで全部終わったらお疲れお疲れって、それで俺はビルの谷間のラーメン屋だから猜疑心がちょっと強いとこがあってなと、いや今回苦労かけたなとか言って肩叩かれて、何かあったらいつでも言ってくれなと、それで終わりだったんだけどね。だから政治家には特徴ありますね。だから小渕さんは機嫌のいい時はお疲れなんです、お疲れ、機嫌悪い時はご苦労。あのね、橋本さんはね、機嫌がいてね、胸ちゃん胸ちゃんなのね、機嫌が悪いと鈴木君だ。だからその辺は横で見てると、そういった呼びかけ一つを聞くだけとかね、キーワード聞くだけですぐに分かる。でもそういうようなところまでの実は政官の関係っていうのは、今官僚がそこまで、それじゃあ岸田さんの懐に突っ込んでったのか、あるいはあの石破さんのところに突っ込んでったのかっていうことだと思うんだよね。それと同時にワシントンでやっぱりトランプのところにそこまで突っ込んでってってるのかと、それやれば絶対できる、それはだってモスクワでできたもん、それは普通にやったらできるはずの、日常的に、だってそれで給料もらってるし、そういう仕事したいから外交官になったわけでしょ、だからそう思うんだよね。あのやっぱりいろんな場面場面でその時のリーダーの何ていうかね、あの癖だとか、あの心構えだとかって分かりますね。だからあのイスラエルの、まあ、世界でも最高のこの情報機関と言われるトップが来た時、小渕さんが会うことになってるのにですね、急遽会わないっていうわけですよ。誰かが間違った知恵つけたと思うんですね、あれ、うん、殺しでも平気でやるやつですとか本当のこと言っちゃったやつがいるんだな。うん、ただ小渕さんね、恐ろしいやつと俺会いたくないって、これにはこっちもメンツ丸つぶれになるわけですから、ああ向こうのやっぱりトップっていうのはもうなかなかな人なんですからね、まあ、そして野中官房長官が出てきたんですけどね、あれ相手がやっぱりおぶさんの性格っていうのを分かってね、ああこの人はやっぱりいざとなった時の気の弱さはあるんだなと、ただ強いとはまたさっき佐藤さん言ってめちゃくちゃ強いですから、加藤浩一さんが総裁選挙に出てぶつかった時、おぶさんは勝ちました。勝った後、自民党の三役人事や閣僚人事で加藤さんはこれを使ってくれ、これをこのポストにて言ってきたんですね。この時小渕さんすごかったね、おい加藤君って、お前俺に歯向かっておいてな、これを使ってくれ、あれを使ってくれ、ふざけんなって言い返しましたからね。いやこの時はやっぱりこの人大したもんだなと思ってね、うん、感じたことありましたね。あの習近平会談でさ、朝日新聞が意地悪なこと書いてたでしょ、要するに両手握手をして、これはあの上下関係になるからと、ただ日本の習慣が出たんだろうと。僕ね、逆にこの両手握手を勝負にすればいいと思うんですよ。要するにあの石破さんが気に入って関係を強化したい首脳とは両手握手で、あんまり関係強化したくない人は片手握手でやるっていう形で、石破が両手で握手するか片手握手するかっていうことでシグナルを出すっていうことで、もう一回両手握手やっちまった以上はさ、だってこれでね、習近平に両手握手してトランプに片手握手でできるか、そうしたら習近平に両手握手しちゃった以上は今後は両手握手しかないよな、もうトランプが提訴を得てくるかどうかは別として。
それで習近平とトランプに両手握手をしたら、今度プーチン会う時に片手握手になるか。だからそういうふうになるとさ、やっぱりこの、石破の両手握手っていうのはこれ結構ね、外交のカードにもなると思うんだよね。だからなんか気に食わない時は片手握手とか。だからこれ役人相手にしても、あの各次官の方で頑張ってるねって言って両手で握手するのと、あのご苦労とか言って片手で握手するのか、それで分けて分かりやすくするっていう形で両手握手使えないかなとか今考えてるんだけどね。だからそういう失敗しちゃった時ある、重要なので、その時それをどうやってね、技を転じて服にするかと。それからそういった理屈考えるのはみんな官僚の仕事だからな。だから私もそれも一昔の官僚で、要するにあのこれアポを取り付けられなかったって言ったら、総理もその辺警戒心を持ってとかも思うわけよね。しかしこれはもう全部これは山田にかぶせた方が日本の国のためだなと、うん、しかも山田は前があるからなとそういうような感じのところで思うわけなんだよね。だから本当にそういったところにいて、総理の横にいて、総理が何をやってるかっていうことをきちんと説明できる人ってすごい重要なの。だから政治家っていうのはいろんなことっていうのをかなりのところで無意識でやるんだけども、それ解析すれば理屈があるから、それきちんと説明するのはこれ官僚の仕事よ。あれ佐藤さん、その山田中部に対し、はい、私はあの事務次官にそのまま上がっていくと思ってたんですけども、はい、アメリカ行っちゃったんですね、はい、やっぱりそれにはその背景があったわけですね。それなりの背景があったんじゃないですかね、うん、あの中国の一件が効いたんじゃないかなとかとも少し思うんですけどね。外務省ではやっぱり、まあ、必ずですね、人事なんかでもね、うん、この女性の問題が出てきますね、男性の問題っていうのも最近ありますけどね、うん、男もいましたね、これ、あれも大変でしたね、あのジャニー北川さんみたいな人いますからね。それは私から誰のどういうことっていうんじゃなくて、あのメディアの皆さん、皆さんの取材力の話ですからあれどっかのなんか雑誌かなんかに先週か 先週出てたよね、あのジャニー北川の方ですか。そうじゃなくて、そうそう、ジャニー北川のみたいなことをしてた人もいたとかって言いますよね。ピアノの上手い人ですよね。はい、あの時間が来ましたんで、じゃあ早速来月は、はい、ちょっと待ってください。来月先生何日でしょうか。12月は暦でいくと10、これ第4水曜日は25になって遅くなるから18はどうでしょうか。はい、じゃあ18で、じゃあ、今年最後の第一塾はですね、12月18日の4時、部屋は、じゃあ、ホームページで部屋の方はですね、ご案内いたします。皆さん、今月もありがとうございました。どうもありがとうございました。